オーバーシードは、スポーツ施設で採用される、天然芝の生育システムの一つで、冬場に枯れる夏芝に、陶器でも成長する冬芝の種子をまき、一年中緑の芝生を維持する管理方法のこと。日本では主に1980年代中期まで、温暖気候型の野芝や、高麗芝と呼ばれる芝生が主として使用されたが、陶器は、 はがかれて、黄色味のかかった状態となってしまう。そこで一年を通して、常に緑色の芝生を保てるようにするため、ヨーロッパで種として使用されている、寒冷気候型のペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、トールフェスク、ケンタッキーブルーグラス等といった芝生の種子を散布して、季節ごとに応じてメインとなる芝生の種類、バランスを調整して生育を行う。 一般的には、気候の温暖な夏場は、野芝と、高来芝、逆に寒冷気候である冬場は、西洋芝を使用し、気温や日照時間、芝生の状態を見ながら適宜散布や除去などの管理を実施し、芝生の維持管理を行う。一年層である冬芝の地下茎が急速に生育する、ことで緻密な芝生を形成して、雑草の侵入を防ぎ、 夏芝の根を守るという効果もある。もともとは日本中央競馬会が亜寒帯に位置しているため冬季に温帯気候型の芝が故死してしまう可能性があり、芝コースを設置できなかった札幌競馬場への芝コース設置を可能とするためにペレにあるライグラス等の用芝を用いることを開発したことに橋を発し、 この技術を応用した芝コースの通年力化を目的として使用され始めたもので1990年代初頭から JRA の全国の競馬場に導入された。これによってさらに競馬界のみならず、ダスポーツ競技をはじめとして各方面からも注目を集め、全国のサッカースタジアムや陸上競技場、野球場、ゴルフ場等にも導入される例が相次いだ。 日本プロサッカーリーグでは、スタジアム内のピッチが上緑であることを必須条件としており、多くのサッカースタジアムでオーバーシードが行われている。近年では、公園や庭園の芝生などでもオーバーシードと同様の育成手法が用いられている場所がある。また、海外のサッカー場などでもこれと似通った技術の導入が噂されているところが存在している。ありがとうございます。